グランツーリスモを遊ぶ上でですね、非常に重要なのがこのステアリングです。でこのステアリングは、この今までの標準のコントローラーとどう違うのか、まずこの辺はですね、山内さんにインタビューをしてみたいと思います。はい、はい、ですね、まあ、僕ら、このパートでも十分、面白く遊べるように調整はしてるんですけれども、はい、絵があって音があってって、まあ、ドライブ中のインフォメーションいろいろありますよね、うん、で今回これを使うことで、まあ、車の運転にとって多分一番大事な、はい、路面とタイヤがどう、コミュニケーションしてるかっていう、はいはい、そのステアリングフィールが、うん、これで感じることができるんですね、はい、だから、まあ、このパッドでも十分面白いって言えば面白いんだけど、今までの標準コントローラーで、アナログモードであれば基本的には動き方は一緒だ、うん、ボタンコントロールだと、ね、ボタンコントロールの場合は結構複雑なことを僕らはしていて、はい、まあ、ボタンって左か右かしか入らないんですよね、はいはいはい、これデジタルですから、で右に行きたいか左に行きたいかっていう、まあ、プレイヤーの意思を、うん、ソフトの側が汲み取って、はい、実際はそのこれぐらいの速さでステアリングを切って、うん、これぐらいの量を切ってるみたいな、そういうことをインテリジェントに予測してやってるんですよ、はい、それはそれで僕らにとっては結構面白いテーマだったりするんですけど、うんうんうん、やっぱりこれ4スピードバックっていう機能がついてて、はい、この反力が出るんですよね、うん、その機能が入ってるんであればこういうコントローラーを作るってことはすごくなんかこう願ったりかなったようなことだったんで、はい、まあ、今回ね相当真剣にこのコントローラー作りました。じゃあこれはもう共同開発でしっかり、そうですね、グランツーリスモ用にセットアップをしたということですよね、うんうん、でそれで、このコントローラーのセットアップって実はいろいろあるじゃないですか。あ、オプションだね。そう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 、あれは基本的には何もやらないと、ビギナーになるのかな。でビギナーとアマチュアとプロフェッショナルとシミュレーション、シミュレーション、これの、使い分けっていうか内容の違いっていうのは説明してもらえますか。そうですね、まあ、すごい細かい話なんですけど、はい、ゲームを普通に始めると、まずビギナーになっている、はい、でビギナーっていうのは、まあまあ、コースの中でまっすぐ走るっていうこともちょっとままならないかなっていうユーザーでも、はい、まっすぐ走りやすいように、普通の車以上にセンター付近がなんかこうルーズになってるんですよ。なんていうのかな、はい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 、あんまりここで動きすぎないように、多少動かしすぎてもまっすぐ走るように、はい、この辺がすごくルーズになってる。でただある程度走り慣れたユーザー、あるいは、実車でスポーツドライビングしてるユーザーにとっては、はい、ちょっとこのステアリングなんかいっぱい回さないと動かないなっていう印象を多分持たれると思うんですよね、はいはい、で、まあ、そういう人は2番目のアマチュアっていうのを選んでほしいんですけど、これはそれはですね、時速80キロ以上であれば、普通の車と同じぐらいのステアリングギアレシオ、になります、はい、ですから、まあ、普通の、レース走行中の速度域であれば、うん、普通の車と同じような感覚でこう切ってもらえれば、なるほど、うん、ドライブができると、はい、でまたこれまた複雑なんですけど、カウンターステアっていっぱい当てなきゃいけないんですよ、はいはいはい、基本的にステアリングってそーっとゆっくり切るもんなんだけど、リアが流れた80キロ以上だと少ししか切れないってことになりますよね。そうで、うん、少ししか切らないで、まあ、十分車って曲がっていくんだけど、うんうん、リアがビュッて流れた時っていうのは、はい、どうしても、まあ、実車だったらビュッてカウンター当てるじゃないですか、はいはいはい、でこれは、まあ、左右90度までしか動かないんで、うんうん、その瞬間だけ、つまりカウンターステアが必要な時だけは、はい、左右90度の範囲でも、うん、実は、普通の車以上にフロントタイヤが動いてくれると、どっかにあるようなシステムですね。まあホンダの VGS とかはい、はい、辺に相当近いんですけど、うん、じゃあプロフェッショナルっていうのはどうなってるの。ですね、これは、まあ、フォーミュラー1なんかと同じで、はい、まあ、左右90度の範囲でさっきこのコントローラー動くって言いましたけど、その90度の範囲でフロントタイヤも本当にこう目いっぱい動いてしまう、言ってみれば一番ダイレクトなモード、はい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 、もう1対1、うん、1対1にで動いちゃう、うんうん、だから、高速走行中は本当によっぽど気をつけてステアリングをホールドしてないと、もうちょっと動かしただけで飛んでっちゃうみたいなね、はいはいはい、そういう動きになるんですよ、まあ、だから、ね、まあ、おすすめとしては、うん、グランツーリスモ3は、フォーミュラーカーも入ってますから、はいはい、そういう車で、まあ、そういう設定、ステアリングの設定で走ってほしい、うんうん、普通の車でね走るっていうのはあんまりおすすめできないんです、はいはい、でシミュレーションっていうのはですね、ゲームをクリアしたいとかレースに勝ちたいとかっていう、
人には全く向いていない、モード、どちらかというとですね、グランツーリスモを通じて実車のドライビングをうまくなりたいんだっていう人用に、入れた、まあ、裏技的なモードなんですよね。何が起きるかというと、いつ何時でもですね、普通の車と同じようにしかこれ動きません、はいはい。普通の車ってまあこれをグッて回してもフロントタイヤってもう少ししか動かないんです、うんうん、実際はぐるぐる回さないと動かないんですよね、はい。でシミュレーションってそういうモードになるんですよ、うん。でそれでいてこのコントローラーは90度ずつしか動かないからはい、はい、まあ、どういうことかっていうと、その場で例えば U ターンとかもうできない。なるほど。小回りも全然効かなくなっちゃう、でもレース中であればコーナーにスーッと入っていってフロントに荷重を乗っけてうまく荷重を当ててあげれば、まあ、車って綺麗に小さい打角で回っていくでしょ、はいはいはい。でそういうことがまあ練習できる。なるほど。それとさっき言ったカウンターステアをが必要な時にカウンターを当てなきゃいけない時に、その分だけ多めに切るっていう機能も入ってないから、はいはい、例えばリアが動き出した時にビューってもう大きく動いちゃってからではもう絶対遅くて、どちらかというと動き出す前に反応しなきゃいけないみたいな。もうほとんど実車の運転を JTCC 仕様ぐらいの。そう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 、そうですね、うん、レシュンカーってほとんど切れないでしょ、はい、うんうん。であの中でコントロールするためにはやっぱり車の動きを常に予想しながら、うん、もうこの辺でリアが出てきちゃうなって時にあらかじめカウント当てたりとかっていう作業が必要じゃないですか。そういうことができる、シミュレーション。じゃあどっちかというとプロフェッショナルがカートで、シミュレーションがレシュンカー。そう、レシュンカーという感じかもしれないですね。